こっちの方が広い感じします。保健師なんですかね、地区に航空によってね、担当の保健。主に私は母子保健に携わっており、妊婦さんの教室や離乳食の教室を行ったり、赤ちゃん訪問や乳幼児健診、育児や子どもの発育発達に関する相談や支援を行っています。自分が担当する地域の集いの広場で健康教室を行ったことです。0歳児から3歳児のお子さんを持つ保護者に生活リズムについてお話をしたのですが、皆さん真剣に話を聞いてくださり嬉しかったのを覚えています。子育て支援をしている中で、相談してよかったや話して楽になりましたっていう言葉を聞いた時です。子育ては楽しいことや嬉しいことばかりではなく、しんどいことや大変なこともたくさんあるかと思います。お母さんやお父さんが悩みながらも前に進もうとされている姿を見ると嬉しくもなり、保健師としてのやりがいを感じます。はい、桑田さんは現在先輩保健師の指導のもと、日々知識や技術の習得に励んでくれております。保健師の仕事は小さなお子様から高齢者まで幅広い方たちを対象にしていますので、学ぶこともたくさんありますけれども、経験をどんどん重ねていただいて頼れる保健師になってくれることを期待しています。保健所の業務は母子保健以外にも結核などの感染症、難病に関することや精神保健に関すること、また成人保健や介護保険の分野など様々な業務があります。今後は保健師としての視野を広げるために、母子保健以外の業務にも挑戦していきたいと思います。奈良市は中核市のため、保健所と市町村の両方の機能を持っており、保健師の業務は多岐にわたります。そのためイメージしていた保健師の仕事とは異なるかもしれません。でもその分いろいろな業務が経験でき、保健師としての幅が広がるかと思います。皆さんと一緒に働ける日を楽しみにしています。